リーボールとリボールっていう同じモデルを乗り比べっていう機会をいただいて、ナイアガラメスの名作って言われてるリーボールを普段乗ってるんですけど、普段乗り込んでるリーボールの動きに近い、まあ、長さもセブンイレブンあるみたいな、クロスフットターンだったり、ブロックニーだったり、ロングボードに近いターンを練習するのに最適な板っていうのは乗り込んでる中で意味踏み増してて、今回セブンフォーっていう長さを出していただいたんですけど、また V ボールとはまた違ったコンセプトに感じて、どちらかというとボトムターンをしっかりしてトップでそこまで思いっきりではなくて流してっていう、マニューバー重視のサーフボードに感じて、でもそんな中にあの V ボールのフロー感というか、ロングボードらしい動きが入っていて、プロセクションでその動きができて、ポリカセクションではショートボードのように深いボトムターンだったり、カットバックだったり、そうですね、サイドバイトの良さが出て、面に張り付く感じがあって、なんでトリムクラフトがこのサーフボードのこのフィンをつけてきたかっていう理由がしっかり分かるように